唐辛子属はナスカの属の一つ。ほとんどが一年層である。数十種が世界中に分布し、数百を超える栽培品種が存在する。学名のキャプシカムは、唐辛子果実の形状に由来する。ラテン語のキャプシャに由来するとされる。英語のカプセルも同型語である。唐辛子属の果実には、辛味成分カプサイシンを含むものが多く、唐辛子は、 辛さの代名詞ともなっている。唐辛子の辛さを表す単位として、スコビルチが使用される。唐辛子族の果実が辛みを持った理由として、なるべく動物よりも辛みを感じない鳥類に食べられる。ことによってより広い地域に、やがて人類に、香辛料として利用されるようになり、広く世界中に分布されることとなった。正確な年代は不明ではあるが、ペルーやメキシコの遺跡の発掘状況によれば、 唐辛子族が利用され出したのは、紀元前8000年まで遡り、他のアメリカ大陸で栽培化された品種よりも、早くから利用されてきた。ただ初期は、栽培種というよりも、野生種を反栽培の形で、集落や路傍の近辺に生えたものを利用していたのかもしれない。栽培化にあたっては、主に小型で脱落性のものと大型で非脱落性のものという性質が選ばれ、メキシコでは、 紀元前1500年には栽培化が完了したと考えられている。現在中南米では唐辛子属10種が利用されているが、そのうち5種は基本的に現地で栽培化され、また現在でもほぼ野生種のまま継続的に利用されている種もある。唐辛子属には数十種が確認されており、さらに新種と思われる種が発見され続けている。 それらの分類方法にも研究者の間で学説が分かれている。キャプシカムニウム、エルトウガラシオン体からアネッタイにかけて広い地域に分布。メキシコ原産、花の色は白、稀に紫。主な栽培品種はカキの通り。その他、パプリカやホンタカ、ハラペーニョ、バスク地方のピマンデスペレット等もある。キャプシカムバカートムアイアマリージョボリビア、ペリューで一般的な種類。 2500から5000スコビル単位、黄緑の花、キャプチカムカーディネッシーウルピカボリビアに自生する野生種。花は、釣り金状、紫色、キャプチカム1年生ジャック、ヘザースミス4年生ダネシーフリューテソンズの金類種。原産は、アマゾン流域の低地、西インド諸島やメキシコから、ボリビア、ブラジルに分布。主な品種はハバネロ。 黄緑の花キャプシカムフリューテソンズエルキダチ唐辛子。熱帯、亜熱帯に分布。主な品種は、プリッキーヌー、島、唐辛子、タバスコペッパー。キャプシカムプベソンズルイズパブ、ロコトアルジに、アンデスサンミアクメキシコや中央アメリカの高地、ペルー、ボリビアで栽培されている激辛の固有種。6000年以上の歴史がある。栽培地を選ぶ種類のため世界的には普及していない。 5万から10万スコビル単位、紫の花、ありがとうございます。